広がるのは君の世界、どこまでも続く世界。おはよっぴー、よぴーヘッドです。ライチマカーです。チーマゲンジです。本日は拡張パックスノーハザードクレイバースト収録の新カード使った対戦動画です。やったぜ。僕はですね、このタギングル、おタギングルをすごいカラフルなデッキに仕上げてきたので、ぜひお楽しみに、うん、動画の最後にはデッキ解説もありますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速バトルやっていきましょう。最初グー、じゃんけんぽい。じゃあ先行もらいます。それではバトル始めていきましょう。よろしくお願いします。バトルスタート。シルシュ、はい、1枚いきます。マノベパス使います。強い。シルシュルと鬼面艦をベンチに出します。マナスあります。レベルボール使います。ピッパを手札に加えます。ベンチにピッパとそして鬼面艦を出します。手札から悪エネルギーをバトル場のシルシュルにつけて番終わりです。はい、じゃあ1枚引きます。アルセスイベンチに出します。うん、ネストボール使います。アルセスイ出して、まだ山札使います。はい。ハイパーボールで、こだわりベルトとドラピオン V をと出して。はい。で、ザシアン V 手札に加えていきます。なるほど。まだ山札使います。ザシアン V をベンチに出して、アルセスイに基本雷エネルギーをつけます。うん。で、ザシアン V の特性、剣の方向で。まあ、このデッキ、アルセス V スターと、ギラギラ V スター、そしてソロとピカチュウ V マックスを組み合わせたデッキになってます。うん。なので、超エネルギーをね、つけて、さあおしまいです。はい。1枚いきます。バトル場のシルシルをタイギングルに進化させます。そして、レベルボール使います。おたしらがを加えてきます。ペンチの鬼面艦をおたしらがに進化させます。博士の研究を使います。ちょっとね、はい、早めに見せちゃうことになるんですけど、OV をトラッシュ。OV! はい。めっちゃ面白い。ペンチの鬼面艦をおたしらがに進化させます。では、こっちのおたしらがの特性、綿運びを使います。山札から基本エネルギーを2枚まで選んで手札に加えます。炎エネルギーと草エネルギーを加えていきます。そしてこちらの私らがの綿運び使います。水エネルギーと雷エネルギーを加えていきます。うん、なんかもうすでにカラフルだな。ね、うん、かわいいっしょ。では技を使います。カラフルグラフィティ。自分の手札から基本エネルギーを好きなだけトラッシュし、トラッシュした基本エネルギーのタイプの数 ×40 なので2タイプ水と炎をトラッシュして80ダメージですね。はい、ピッパが気絶です。はい、最後1枚もらいます。じゃあ、アルセウス V バトル版出します。はい。1枚引きます。アルセウス V スターに進化させて、うん、博士の研究使います。強い。強い。手札から基本草エネルギーをアルセウス V スターにつけて、はい、ちょっとカラフルなものなんですけど、うんうん、トリンキーノは使わせてもらいます。はい。200ダメージ。200ダメージで。はい、効果で。このエネルギー3枚アルセウス V につけます。はい。タイミングが起動します。サイド1枚取ります。では、シルシルをバトル版に。いやー、このままね、アルセウス V スターちょっと倒せるかもしれない。マジ?1枚いきます。ベンチにシルシルを出します。そして、バトル場をタイリングルに進化させます。うん。火花を使います。トラッシュからアクエネルギーをタイリングルにつけまして、山札から好きなカードを持ってきます。このカードを加えます。まだ触ります。こちら私らの元運びを使います。超エネルギーと超エネルギーを加えてきます。そして、こっちの私らがの綿運び。確かにめちゃくちゃエネルギーが手札に集まってるなぁ。うん。楽しいよ。鋼エネルギーとアクエネルギーを加えていきます。ここで、スーパーエネルギー回収使います。おぉ。手札から、ポケストップとスーパーエネルギー回収をトラッシュ。トラッシュの水エネルギーと炎エネルギーを手札に加えます。はい。手札から、アクエネルギーをシルシルにつけておきます。はい。いくぜ!カラフルグラフィティ!1,2,3,4,5,6,7 タイプクラッシュ。これで280ダメージ。めちゃくちゃ綺麗。マジか、一発かポケモンブースター。これね、知恵なのもね、うん、いいよね。はい、気絶でーす。サイド2枚もらいます。すげえよ。アルセウス V 出します。1枚引きます。じゃあ、バトル場 V スターに進化させて、うん、ベンチにアルセウス V 出しつつ、鳳凰 V の登場も見据えて、ギラチナ V も出しておきます。なるほど。そしてサポート、ランジャム。ランジャムね。すごい釣り竿を使います、うん。これで結構ね、エネルギーの管理もしやすくなったんですよね。うんうんうん、
ピッパと草小それぞれ戻します。ただ使います。はい。ハイパーボールでバケッチャとベイガードエネルギーを取らせします。なるほど。ピッパフィルダーに加えます。 OK。 まだ使います。ピッパを出してこれで技を使います。トリンティノは200ダメージ。はい。じゃこの3つのエネルギーをギラティナブイにつけます。はい。タイミングルが気絶ですね。はい。サイド1枚取ります。シュルシュルをマトルバに出します。1枚引きます。この番は一発で倒されないと信じたい。厳しそう。さすがにピッパをビーダーに進化。働く前歯を使います。2枚。ハイパーボール使います。ランジャモと私らがオトラッシュ。はい。シルシルを加えていきます。エンチにシルシルを出します。じゃあサポートセレナを使います。上の効果で、手札を1枚トラッシュして5枚になるようにいきます。いや、ここでね、登場でしょう。おー、なんだ。おー、復活の炎を使います。トラッシュにあるなら使えて、このカードをベンチに出します。その後、自分のトラッシュから基本エネルギーを4枚までこのポケモンにつけることができるので、この4枚つけちゃいます。カラフル、カラフル。なるほど。オーブを出してくる番になったか。はい。で、この復活の炎を使ったので番は終わりですね。1枚引きます。じゃあ手札からアルセスビにエネルギーつけて、このままトリンティーの場で200ダメージ。はい、すみません。で、気絶ですね。1枚取ります。オーブイゴー。1枚いきます。ベンチのシルシルをタイミングに進化させます。ハイパーボール使います。バトルビップパスとナンジャモトラッシュします。ここは持ってきません。はい。手札からアクエネルギーを方位につけます。おー。では手札1枚で働く前歯を使います。いや、あれが引けたらね、ちょっと楽なんだけど。んー、なんだ。ちょっと楽したい。お、キバナ使います。おお。じゃあ超エネルギーをトラッシュから方位につけます。好きなカードを山田から持ってきます。じゃあこのカードにします。パラサあります。スコイツリザを使います。この3枚を山札に戻します。はい。パラサあります。では私らの特性綿運びを使います。アクエネルギーと鋼エネルギーを加えていきます。では技を使います。レインボーバーン。このポケモンについている基本エネルギーのタイプの数かける30ダメージ追加なので、うん、6タイプついてて180ダメージ追加、280ダメージ。おー、すごい。これ来ましたな。レインボーバーン。このタギングでトラッシュしたエネルギーを OV がまとって出てくると、うん、しかも大ダメージになると、うん、これ綺麗なコンボですね。かっけえな、うん、2枚もらいます。残りサイド1枚の。じゃあギラティナ V バトル版出します。1枚いきます。じゃあバトルはギラティナ V スターに進化。はい。ベンチアルセス V スターに進化。こだわりベルトをアルセス V スターにつけます。うん。ネストボール使います。アルセス V ベンチに出します。はい。まだ使います。ここで温存しておいた V スターパンとスターバース、ここで来た、使用します。この2枚手札に加えていきます。はい。ダブルターボエネルギーをアルセス V スターにつけて、はい。まあね、ビータルはいますが、ナンジャモン使いましょう。ナンジャモン。ビッパーをビーダーに進化させます。うん、働く前は。ではこれで技を使います。ロストインパクト。はい。あのエネルギー2個選びや、ダブルターボエネルギー1枚にします。これをロストゾーンに置いて280ダメージ。ロストゾーンは本来サイドの左側なんですが、画面の都合上こちらに置かせていただきます。いやー、これで方位が気絶します。うん。いや、でも頑張ってくれた。サイド2枚、これで次の番にはね、勝てそうですよ。おー、めちゃくちゃいい勝負だ。タイミングル、バトル場で。1枚引きます。レベルボール使います。シルシルを持ってきます。マラサあります。ベンチにシルシル出します。バタコビ使います。アクエネルギーを1枚持ってきます。手札からアクエネルギーをタギングルにつけます。おさあ、働く前は使えますか。4枚引きます。エネルギーをたくさん集めてくることができるのか。うん。こちらの私らがのバタコビを使います。おー、怖いぞ。タクと鋼を取っていきます。ポーズをして、おお、やべ、負けたなこれ。ふぅ、いやー、本当にタギングのね、いいところがね、たくさん見せられて、はい、満足です。じゃあカラフルラッキー使います。はい。アクエネルギーと鋼エネルギーをトラッシュ。お、あれ80ダメージで、え、80ダメージ、80ダメージで
耐えたね。耐えましたね。いやー、足んなかった。足んなかったか。そう、エネルギーリサイクルが来てたら、勝ってたんだけど。じゃあ、ね、まあ、1枚引きます。はい、まあ、止まるかもしれないからね。はい。ポケモン入れるから。はい。あるよね、そりゃ。まあ、それあるわ。じゃあ、ギラティナ V スターの技使います。はい。ロットインパクト280ダメージ。気絶します。やったぜ。ということで、サイド取り切って、来週目からの勝利でーす。イェーイ。負けたいや、惜しかったけど、ね、めっちゃ惜しかったね。うん、ポケモン V スターをね、2回も一発で倒してるんですけども、うんうん、いやー、惜しかったな。なんじゃも効いたんじゃないですか。なんじゃもで、エネルギーサイクルがね、下に行ったり、いろいろね、ありましたが、結果的には、かっこいいところをね、強いところ見せれたかなと思うので、うんうん、まあ、満足です。じゃあ、デッキの解説もしてもらいましょう。はい。こちらが、ヨピュットが使ったデッキです。私らがの特性ワット運びでエネルギーを持ってきてカラフルグラフィティを使っていきます。いろんなタイプの基本エネルギーがトラッシュに行くので OV を強く使うのに活かしたりすごい釣り竿エネルギーリサイクルスーパーエネルギー回収で再利用して戦い続けます。大ダメージ連発しててしかもカラフルでめっちゃ良かったですね。僕が使ったレシピも含め2人のデッキレシピが説明欄にあるのでチェックしてみてください。はい、この動画面白かった方はぜひ高評価とチャンネル登録もお願いします。お願いします。それでは皆さんまた次回、バイバイ。バイバイ。